にちは。こんにちは。大学高校です。宮下です。今日は大丸東京店にやってきました。いつもお世話になっております。はい、で今回はいつも着ないブランドといいますか、今まで着たことないブランドをもっと紹介したいなと思いまして、うん、今回ピックアップしました。大丸さんにお願いして。はい。はい、サンブランド。サンブランド。これはまた後でのお楽しみなんですけど、はい、まずは。着ないってのは僕が着ないってことですよね。まあ、私もあんまり着たことない。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。せっかくこんなにたくさんある大丸さんなので、うん、トライしてみたいなという企画でございます。はい。デサントさんから紹介、うん。デサントさんはね、シンプルに見せかけて、でかいんですよね、一個一個のアイテムが。でかい。なんかはっきりしてるじゃないですか。カットとかも、あ、なんていうの、このパースとかもはっきりしてるから。そう、あんまり持ってない。そう、結構ユッコとかね、ユッコ似合う、履いてるこのスカートとか、うん、結構ユッコとかはねタイトめのものが多いんで結構着たい。女の子こういうの着てるとちゃんとゴルフしてそうだなってすごいよ、うん、してます。デサントさんってあれじゃないですか、デサントグループじゃないですか、はい、だから生地がすげえ多分すごくいいんですよ。マンシングも良かったもん。じゃあまあ早速ね、うん、中に新商品を見に行きましょう。はい。なんかこう同じ青で違う形が3つある。ここが、あ、本当だ。同じ色だけど、このジップタイプ、うん、切り替えになってる。あ、これも切り替えになってる、うん、で、これが3色で、うん、各型が3つ刺さってる、はい、すごい伸びますね。どうですか、こういうちょっと波打った感じとか。すごい、すごい、結構伸びる、うん、しかも縦にも横にも結構伸びます。軽いですか。軽い。なんかエアーな感じ。黄色パンツいいね、デサントっぽい。どうですか、黄色パンツいいんじゃないですか。太ももはしゃがんだりとかするので、ちょっとゆとりを持たせて膝下がしっかり動いたりで、骨格でパターンを起こしてるので、結構履いた時にラインが綺麗です。うん、あ、綺麗に見えると。アドレスを取った時にそうですね、この構えの時に綺麗に見える。基本3色展開が多いんですか。そうですね、ね、それぐらいですね。そうですよね、はい、ベーシックな色にちょっと差し色的なものをちょっと青と黄色なんだ、私はね、はい、なんかやっぱこのライン使いがどれも特徴だね。パンツもそうだし、斜めってレディースです。これレディースですか。レディースだって、へえー、すごい。結構この感じとか好きかも。この感じどうですか。うまそう。なおか女性はこういうの着てほしい。本当に、うん、こういうのちゃんと着てる人は本当になんでやねん、ゴルフやってんなって感じするもん。女性はすごい、このバイザー、これすごい。え、何これ、かぶっていいですか。どういうこと、切り替えがないってこと。そう、いいじゃん、かっこいいじゃん。横からすごいいいよ。あ、今どきだよね。どうなんですか、この軽い。どうですか。これだとちょっとなんかあれだな。なんか一体化してるね、髪と。あ、ヘアルックできるじゃん、ダンス。あ、さっきのちょっと色違い。私的には、ちゃんとデサント感が高い。黄色か緑かでいってほしいなと思ってるんですよ。崩してほしいよね、デサント感はね。本色ですか。難しいぞ。カラーパンツがもう黄色しかないかな。おお。あ、こっちの方がなんか濃いな。サンダル。開けたとちょっと綺麗に襟がね。これに。上着ちょっと見えない。黒の方がいいかな。デサントマークがついてますよ。デサントマークが真ん中にドーンと入れる。リスも自分で自分の選ぶ感じ。そうだよ、俺が選んでもだってそ。ちなみにさっき聞いたら、このニットはなんと撥水、ニットがなんと撥水加工されてるらしい。なので吸い込まない。はじく。洗っても大丈夫なんですか。クリーニング。ドライクリーニング。クリーニングに出してください。でも撥水なんですよ。家で洗うと撥水加工が取れちゃいます。
こういう戦いしようじゃん。先生絶対こういう格好しないの。これ、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 こういうの格好。絶対やらないでしょ。絶対やらないでしょ。あ、これにしよう。これいいじゃん。スカートこれにします。僕も先に試着します。選ぶあれもないんでお願いします。どうですかね。普段とイメージがガラリと変わるんじゃないかな。はい。お、お、ちょっと直していいですか。まずそこは折らない。折らない。ここは上げすぎない。下もちょっと開ける。あ、ここ開けるんだ。出た。ここちょっと出さないとね、滑るとは。これね、前も言われたよね。どうですか、着心地は。すごくいい。すごくいいんだけど、すげえピタッと来てるんだけど。なんか足細く見えますね、さらに。見える。なんかこう、ヒップラインがすごくプリッと出てる。どうですか、足のその曲げ縮みの効果みたいな。あるよ。あ、パター打ちやすい。あ、確かにあるよ。あ、ある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 。ここがゆったりしてる。でもなんか見た目は超なんかピッチリしててこう伸び縮み大丈夫かなって感じだけど。確かに これに強い。ここ、ここ。あ、ひねり、うん、ひねりに強いパンチ。強い。その、どうですか、目のシャカシャカ。ここもね、ゆっくりしてる。ゆったりしてる。ここめっちゃ動きやすい。この中がね。これはすっきりするよね。ちょっとさ、ベスト着てるとこういう印象だけど、脱ぐとかなりこう、うん、デサントの感が強くなるんですよ。はい、ほら、いきなりこう幕が出てきた。これ M ですよね、はい、M ですよね。 M です。普段 L だからちょっとピタッとしてるってことね。ちっちゃいですよね。 M も入る、伸びる。でこれあえて黒じゃなくてネイビーにすることでちょっとこのなんだろう、遊びじゃないですけど、まあ、その目立ちすぎないしちょっと遊びが入ってるかなみたいな色合いにしました。確かに。これ赤とか緑とか持ってきちゃうとちょっとここだけが目立っちゃう。黒にしないのな。そうそうそう、黒だと今度また全部締まりすぎちゃうから。じゃあ次レディースに行きます。お願いします。はい、はいはいはい、はい、全体やっとらない。おー、モデルみたい。よかったじゃん。パンパン、うまそう、うまそう。パンパン、はい、ゆっこみたいだな。いや、え、そういうの着た方がいいと思うよ。ちょっと新しい感じになる。うん、強そう。なんかこういう感じだよね。うん、なんでそういう格好しないんですか。え、なんでそういう格好しないんですか。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。だってすごい短い。短いよね。短い。丈短めなんですか。だけどこれショートパンツだから、うん、ショートパンツ型なんですよ。中に付いてる。だからしかも中に付いてるのが普通のより上に付いてるから、あの結構ラインが出ないんだ。いい。そしてなんかね、ここの切れ込みがちょっとだからスイングした時に。すごくセクシー。そして S 料理は揃えたんだな。揃えました。これセットアップです。はい、セットアップで下は黄色にしたのはなんでですか。やっぱり今年は黄色なんですか。ここでちょっと最初は黒も迷ったんだけど、黒だとまあ違う、こうちょっとかっちりしすぎる。だからちょっと遊びを入れて脱いでもね、暑くなったら脱いでもすごくこうゴルフ場に映えますし、すごくいい感じです。自分のためのコーナーなんですか。キムココロ。キムココロ、何て言うのかな。え、なんだっけ、韓国の有名なあの名前どうぞ。アンシネさんとか。アンココロって。アンダクさん。いいね、すごく綺麗です。でも本当にね、中のショートパンツがすごい。これはもう女性の人が履いてみて体感してください。あのパンツはいいんじゃないですか。黄色パンツ、うん、うん、まあのな、曲げ伸ばしがしやすいっていうのを皆さんにも体感してもらいたいな。ちょっとここが短いからちょっと余裕あるサイズ感のやつがいいかもしれない。じゃあ一つ目のプレゼントは男性の黄色パンツの82。だいたい合うと思う。でもう一つは上、じゃあこちらに決定しました。これいいと思う。この上のシャカシャカ、軽くて
なんか通さない感がある、はい、L サイズのこのベスト、ベストですよ、下じゃないですよ、ベスト、はい、こちらを1名の方になんとプレゼントします。ミサントさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ミサントさんですけれども、こういうイメージがあったので、うんうん、ちょっと怖かったんだけど着てみると満足感がある、うん、あとうまそうに見えるし、けどめっちゃうまいぜとも言ってなくて変じゃなかった、うん、あのとにかく体のシルエットを出したいとか、出した方がゴルフは綺麗に見えるんですよ。ゴルフぐらいしか出せないですよ。確かに。ここの切り替えがすごく大事なんですよ。あと後ろからのシルエットですね。どんどんお尻をプリッと出してゴルフしていきましょう、はい、モデルの人ってお尻をプリッと出してくるとか言うんですかね。はい、言っていいんですかね。では今日はコメント欄はこういうスポーツタイプのサンタさんのウェア、皆さん見てみてどういう印象を持たれたか、まあ、着てみたいでもいいですし、トライしてみようかなでもいいですし、まあ、何でもいいのでデサントさんのウェアについて見た感想、または着ている方は着てみている感想など書いてもらって嬉しいです、うん、では次週次のブランド行きます、何かはお楽しみに、はい、バイバーイ。